社員直伝カナデルオールインワンの正しいスキンケアテクニック3選。使用者の多くが実はできていなかった。皆さんこんにちは、プレミアアンチエイジング海外事業部の大山です。今回はとっても大好きなカナデルオールインワンについてご紹介していきます。時短で手軽かつしっかりスキンケアができるカナデルのオールインワンですが、正しく使えていないとその効果も半減してしまうんです。ご存知でしたか？実は使用者の多くの方ができていないかもしれないという正しいスキンケアテクニックを直伝いたします。カナデルオールインワン正しいスキンケアテクニック3選。テクニック1、洗顔。まずはスキンケアの基本、洗顔です。スキンケアの土台となる洗顔がその後のスキンケアの効果も大きく左右します。優しく丁寧に汚れや古い角質を落としてあげましょう。テクニック2、適量を使う。カナデルオールインワンの適量をご存知ですか？プレミアリフトは朝はパール約2粒、夜はさくらんぼ約1粒を。その他のカナデルオールインワンは朝夜ともに大きめのパール1粒です。そしてたっぷり潤い補給したいときにはさらに重ね付けするのもおすすめです。テクニック3、ハンドプレス。今回の一番のポイントになるのがハンドプレスです。肌に塗った後ハンドプレスまではやってないという方が多いのではないでしょうか。塗った後に肌がベタつくと感じがちな方はまだ馴染んでいない可能性も。適切に馴染ませるとベタつきも感じにくくなります。ハンドプレスでしっかりと馴染ませましょう。反対に塗っても肌が乾燥すると感じがちな方は表面が潤っているように見えてもしっかり馴染んでいないので中はカラカラの可能性も。こちらもやはりしっかりハンドプレスをして馴染ませることが大事です。忘れがちなハンドプレスって実はとっても大事なんです。私も昔はハンドプレスまでできていなかったのですが、ハンドプレスをしない時とハンドプレスをしっかりした時の肌の感じが全然違って、これは皆さんにきちんとお伝えしていきたいなと思ったんです。最後にカナデルオールインワンを使い続けて良かったことをご紹介します。一つ目に、朝起きて違和感を感じにくくなった気がします。二つ目に、化粧のりに違いを感じる気がします。三つ目に、肌悩みがあまり気になりません。四つ目に、久しぶりに会った友達に綺麗になったねと言われました。ということでカナデルオールインワンについてご紹介しましたが、いかがでしたか？知らなかったという方はきちんと正しく使うことで今よりもっと効果を実感いただけるかもしれません。ぜひお試しください。